おはようございます。おはようございます。じゅんです。今日はゆいちゃんです。お願いします。お願いします。今日はですね、千葉バーディークラブに来ています。70代。いや、いけるんじゃないかな。かっこよ、今のは。違うんだよな、やっぱ球が。振りに行こうとするとね、バランス崩れるんだ。ナイスショットです。155センチであんな飛ばすんだ。私はなんとラッキー、木の間で。なんか薄いね。180ぐらい。そうね、ちょうど180。うまく打てれば。距離は。変える？だけっていうのがいいよね。セカンド5番アウトしか打ってないから。確かに、ね、ドライバーと5番アウト2本です。私は19度で。いい。うわ、ピン刺してるよ。うわ、近い。バーディーチャンス。お、2連続バーディーじゃないですか。上り。下ってる。下ってます。え、目が悪いのかな。下ってるよ。え、下ってる。下りスライス。下りのスライス、うん、上って下りじゃなくて。結構スライスすると思う。こんぐらい見てますけど。こんぐらい、もっといく。こんぐらい見てもいいかも。あ、そんぐらい見てたわ、うん、最初の傾斜ですごい切れると思う、うん、雰囲気出して多分いい感じだね。いいよ、ほい、入る、ほい、うわ、惜しい。準備してたのにね。え、ナイスパー。ありがとうございます。まあ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 です。あと2ホール。え、パーパーで上がろうよ。パーパーで上がります。そしたら78。よぼっとして
したでしょ。パワーパーで上がったら4オーバーだから76。今日のじゅんちゃんだったら。今日は25度で。今後ろの笑い声がね気になったよね。ナイス届け、そうそうそう、これも手前かもしれん。ちょい手前、ちょい手前だ。上げてたね。上げてたしくるんって回れなかった。頑張って帰る。なんか遅かった。ナイスするかもしれない。ジュンちゃんの大きさ。そう、あ、そうだね、そうだね。右、打ち、ちょい曲がる。これ入んなかった、悲しい。ありがとうございます。緊張しましたね。いや今日はいけるんじゃないの。やっぱり気持ち入りました。風が、風が。